感情ですよね。ですから、筑豊本線とか北川の方に行くやつっていうのは、この手のやつが15分に1本、しかも30秒ぐらいに客車が走っても頑丈な設計になっている。長くれると現状する。上昇機が、変成機構で本当はついちゃったんです。そこに今、カーリングみんな壊しちゃった。